あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あれ、なんかベイアン、はい、チッコになってますよ。チッコなってます。はい、大きく見せたい大きく見せたい。ちゅうか、はい、僕もチッコになっちゃいました。チッコになりました、はい、あれ、これはどういうことですか。はい、はい、これちょ大丈夫ですか。大丈夫ですよ。限定動画行きですね、はい、これ違いますね。違いますか。違います、違います。あ、違います、はい、はい、で、まあこれはね、はい、何かというと、はい、もしかしたら、はい、こういうね、はい、商品が商品出る、はい、かもしれない、はいはい、出ないかもしれない、かもしれない、はいはい、まあ言ったら試作そうです品、はい、ね、ですね、はい、これもあのコスト度外視で、はいはいはい、手間はい、度外視で、はい、作りました、はいはい、だからこのままではまず無理なんで、はいはい、これ多分売ろう思ったら1万円ぐらいもらうな、ね、1万円でもちょっと割合合わへんかも分かんないですからね、はいはい、もっと商品化するとなればまた違った感じになると思います、はい、このバッグもね、はい、多分商品化はしませんか。取らんといてくださいよ、バッグ。これ、はい、なんかもうね、極力値段を抑えたいんで。そうなんですよ、はいはい、あまりね、高くてもね、はい、手が出なかったら困りますし、はい、そんな値段出してまでいらんわって絶対なるなりますね、はいはい、だからもうこれはもうこれは試作品、はい、まあ、プロトタイプということで、はいはい、ただこれ、おもろいですよ。これ見てください、ナイキのマークついてるんですよ、ほら、メガネに。あ、メガネにもナイキが。そうでしょ。あ、でも販売用にはナイキが、まあ、ナイキマーク入ってない。入ってないですね、入ってないです、はい、入ってないですいいんですか、そんなに言うと。はい、なんかおもろいこと一発お願いします。コストにシビアやからね。そうですよ、はい、費用対効果。ここナイキマーク入れるんやったら、はい、もう 20% はちょっと。そうですよね、原価かかりますね。これ細かいですからね、これね、はい、はい、でこのちょっと赤いでしょ、この縁が、はいはい、で間白、シルバー、そんな感じですけど。そんな感じ。ちょっとズボンずってますよ。ズボンこれ。はい。しゃあない。ちょっとお腹出てますよ。お腹出てます。大丈夫ですか。これもプロトタイプやからしかない。あ、そうです。はい、はい、商品的にはもうちょっとちゃんと。そうですね、はい。ちょっと恥ずかしいですよね。そうです。これズボンずらしたらちゃんとパンツ履いてるんですか。あ、あの飛行機のパンツ。飛行機のパンツ。あ、もちろん履いてますよね。そういうこのナイキのマーク履いてたり、はい、ズボンずらしたらあの飛行機のパンツ履いてたり、はいはい、みたいな、うん、は。別枠でもありかもしれないです、ね。あ、そうです、ね。ちょっと高級タイプ、あ、はい、いいね、高級タイプで、はいはいはい、はい、めちゃめちゃ手間かかるんでね。かかりますね、これね。はい。はい、これ大失敗ならヒゲがないっていうね、顎ひげがない。あ、ほんまや、顎ひげないですよ。ほんまや。だからこれはもう、ええ、あくまでも、はいはい、まあ試作というか、試作というか、はいはいはい、ということで、まあもしかしたら商品化に向けての第一歩、はい、かもしれない。はい、かも何も言わずに。はい、これなくなってるかもしれない。そうですね、そうです、しれっとなくなってるから、なくなってるかもしれないです、はい、あのコストかかりすぎたんやなと思ってもらえば、はいはいはい、ただこのボツくんとベイアンくんはちょいちょい出していきますんで、はいはい、これからもよろしくお願いします、はい。